今回は、はぁ、そりゃこの距離で刺さるの。装備に速度速度突撃短縮をつけてたからなのに、壁にする高コストにつけるのは考えものかも。改めて今回は新戦記の紹介になるよ。11月1日に追加された6飛間月馬は全体武力プラス3の刀戦記、瞬中戦国 4.5 コスト以上で乱戦ダメージ速度が上がる、いわゆる乱撃効果。今まではどの時代の戦記も使いづらかった扇デッキにとってこれは革命的なんです。追加効果の性能も強く、全体乱撃やから武力待ちしとるときは複数部隊で乱戦すれば一気に敵を溶かすことができるよ。王騎は効果時間が短いけど爆発力があるから計略との相性も良好。腹を切ります。今までは時代戦記が使えない欠点になってた瞬中戦国カテゴリーの反面、刀王騎でもトップクラスの性能を選べるようになったから、キングダムコラボカードの評価は軒並み大幅向上したかな。流派発動、一の方、ジ・エンドってやつか。行くぞ、そりゃ行くぞ。全軍前進。行くぞ。退場してくれるか。腹を切ります。やらえよ、くらえ。ジ・エンド、行くぞ。これだから乱世は面白い。ラッタッタッタ、動ける。許さん。流派発動、二の方、戦機開放。ここで均衡を図る。艦中の艦は管理の艦で、ね、まだ七ではありません。見ろ方、くらえ。矢の時に屈する我ら山の民ではない。迷うな、ただ眼前の敵を撃つことに集中しろ。新選組の武、その身に刻むがいい。これが国を守るということだ。ここは私にお任せを。ついでに巻き菱もあげます。行くぞ。戦機開
ったってって動け。くらえ。ジエンド。発動。三の型。くらえ。こんな感じで敵を倒す速度がはっきりと分かるレベルで速くなるの。ここは私にお任せを。ついでに負けびしもあげます。くらえ。これが俺の限界なのか。全軍前進。くらえ。死ね。くじっていたか。流派発動。一の型。邪魔だ。俺一人で暴れさせてもらうぞ。ジエンドってやつ。恩人をいただきますよ。なあだってって動ける。流派発動。三の型。騒ぎ立てるな。士気に関わる。うるさん。おりゃ。死ね。今回は2試合やるよ。何ぼーっとしてんだよ。ここはまだ七ではありません。行くぞ。狙い撃て。行くぞ。矢の時に屈する我ら山の民ではない。
向け。これが国を守るということだ。狙い撃て。バカにするな。やるよ、一族のために。行くぞ。流派発動。三の型。狙い撃て。行くぞ。狙い撃て。流派発動。三の型。許さん。引き上げよう。狙い撃て。何ぼーっとしてんだよ。行くぞ。武田の勝利のため、この命を燃やす。やの時に屈する我ら山の民ではない。立ち向け。これが国を守るということだ。俺たちに退路はない。突き進め。天気解放。天気解放。全軍前進。バカにするな。バカな、この俺が。と逃げな。流派発動。二の型。立ち向け。これが国を守るということだ。厄介な奴はわしが止めておこう。これだから戦は。流派発動。二の型。
騒ぎ立てるな。士気に関わる。俺らだけでやるぞ。ご視聴ありがとうございました。戦記の自由度が大幅に上がった今一度、キングダムコラボカードに注目してみても面白いと思うよ。